スノーマン岩本光るボディーガード役で、レンドラ単独初主演白石姉妹演じる女性弁護士を警護。スノーマン岩本光、30がテレビ朝日系1月期連続ドラマ、恋する警護24時、土曜午後11時でレンドラ初単独主演を務めることが13日、分かった。武骨でストイックなボディーガード役で、命を狙われる白石姉妹、31演じるヒロインの負けず嫌いな女性弁護士の24時間警護を担う。 考察系アクションラブコメディーと銘打たれており、コメントを寄せた岩本は、どのジャンルも全力投球していく感じが台本を読んで伝わってイメージが膨らみました。コミュニケーションをとって、みんなが楽しく過ごせる時間を作っていけたら、とコメント。主題歌は自身が振り付けを担ったスノーマンの楽曲となっており、いろんな角度で携わらせてもらえるのは、すごく面白い、と喜んだ。白石は、 本当に笑っちゃうくらい面白いお話になっています」と語り、岩本さんにはクールな印象があるので、それ以外の部分も探せるようにいろいろお話できたらいいなとした。